こんにちは、ザッピーです。今日は内容が結構センシティブでございまして、もしね、ちょっと合わないなと思ったら、ご覧になんないでいただいた方が僕は助かります。というのはやっぱり気持ちよくなれない可能性がありますから、うわっと思ったらここでやめてください。お願いします。はい。どういう内容かというと、なぜね、ポール・マッカートニーはビートルズの中で、しばしば一人だけ悪者にされて嫌われ者になっちゃったんだろうかということをやってみたいと思うんですよね。どっちかっていうと初期中期頃まではみんなハッピーだったわけじゃないですか。だけどそのサージェントペッパーぐらいからかな、なんかね、こうポールが一人だけ悪者になってしまうケースをよく感じるわけですね。なので、まあ僕だけの意見になる可能性は十分ありますけれども、そこをご了解の上見ていただければと思うんですね。はい、こちらです。これはですね、ポールが自分でよく語っていることなんですけれども、皆さんもご存知だと思います。で、どういうことを語っているかというと、ビートルズはとても民主的なグループだったと言ってるんですね。これ何度も言ってますね。誰かが自分たちのしていることを気に入らなければそれは外された、最高の曲を作ったと思っても、もしリンゴが気に入らなければ一人でも気に入らなければそれは外されたというふうに言ってるわけですね。だからポールとしてはみんながハッピーでみんなが意見を言いやすいグループだったと言ってるわけですね。じゃあなんでポールが嫌われることがあったのかという、すごい矛盾点が起きてしまうんですけれども、だってポールは自らみんなの意見を聞いてたって言ってるわけじゃないですかね。こういうことなんですよ。ちょっとそこを探りたいと思うんですね。次です。ちょっと刺激的なタイトルなんですけれども、なぜポールはビートルズの中で一番嫌われるのかとね。これちょっとしたサンプルなんですよ。これ有名な話なんで一回見ておきたいんですけれども、ポール、僕たちの関係の中で3人が1人を抑え込むということはそれまで一度もなかったことに初めて気がついた。あれが初めてで3人全員が署名して、僕の署名はもう関係なくなっていたということなんですね。これ何のことかというと、アラン・クラインを採用するかどうかということですね。もう3対1になってしまったと。で、ポールがここのインタビューで語ってるんですけれども、リンゴは自分の方の意見を尊重してくれて、じゃあポール一人にさせてかわいそうだっていうことでこっちについてくれるんじゃないかと思ったそうなんですね。ところがリンゴまでもジョンとジョージにくっついてかなり驚いて、まあ半分頭にも来たんじゃないでしょうかね。そんな話もしてます。で、結局彼ら、ジョンとジョージですけれども、彼らはリンゴをキャベンディッシュアベニューの自分の家に送り込んできて、で、その上でリンゴはこう言った、ね、これも有名な話ですよね。ポールのソロアルバムのリリース日を延期してほしいと、ね、グループのためだというふうに言ってきたわけですね。で、そういう困ったグループの方針を伝えてきた。で、彼らジョンとジョージはただリンゴに自分の家まで来させただけだった。だから裏側で勝手になんか考えて、俺には何にも言ってこなかったとね。リンゴを送ってきただけだろっていうことで、ジョンとジョージにはちょっと腹立ってたんでしょうね。で、僕はそれまでもそれ以降もないことだったが、こんなことはしなかったけれども、リンゴにちょっと強く言ってみたいですね。出ていけっていうことだったらしいですね。で、ジョンですけれども、これは後になって改造してるんですね。俺たちが最終的にアラン・クラインをプッシュした理由はたくさんあるが、詳しいことは言いたくないっていうふうに、まあ、間違いはあったけど認めたくないみたいな言い方に聞こえちゃうんですけどね。で、言ってみれば、まあ、ポールが疑ってたことは正しかったっていうことだろうっていうふうに軽く言ってて、まあタイミングが良かったってことだっていうのは、きっとこれは何のことかなと思ったんですけれども、アラン・クラインが出てきたタイミングが良かったって言ってんじゃないですかね。その時ビートルズはもうね、アップルがめちゃくちゃで誰か雇わなければいけないという時に、ちょうどいい時に来ただけだよっていうことだったんでしょうけれども、でもポールも自分の、リンダのね、親族を連れてきたわけですよね。だけどそっちは断ったわけでしょ。つまりここで完全にポール対他の3人ということで、ポールの言うことは聞きたくないっていう雰囲気は確かにあったみたいですからね。こんな具合にポール対他の3人ということになっちゃうわけですよね。で、まあ、他にも我々知ってる通り、例えばマックスウェルズ・シルバーハンマーの録音の時は、他の3人はあれは最悪の曲だって言ってるわけですよね。でもポールはそれでも平気で頑張ってやっちゃうわけでしょ。だけどポールは随分最近になって言ってますけれども、あの曲の時にみんなが嫌がってるのはなんとなく分かったと。だけどやり始まったらみんなもみんなで楽しむことができたみたいに言ってるわけなんで、きっとポールは音楽になると
こうゴリ押ししてるっていう気持ちじゃなくて、みんなが楽しんでるって、僕も楽しんだからみんなも楽しいよと、全員が楽しいんだよということで、音楽の上ではハッピーになれちゃう性格なんでしょうね、きっとね。僕はそう思ってるんですけれども、まあ、それからサージェント・ペパーにしても、まあ、今となればね、あれはポールとジョージ・マーチンがメインで作ったっていうのは分かってますけれども、まあその後ですね、制作が終わった後にジョンもジョージもリンゴもあんまり好きじゃないと、まあ、特にジョンとかジョージに至っては嫌いだみたいなね発言をしちゃってるわけなので、そこでも3対1みたいなことになっちゃうわけですね。まあ、だから中期以降、サージェント・ペパー以降っていうのは本当ポールがちょっと浮いちゃってる感じがありますよね。まあ、マジカル・ミステリー・ツアーでもポールが映画の中で頑張りまくってるんですけれども、他の3人はしらけてるっていうそういうのがもう絵として残っちゃってるみたいなね気もするしという具合なんですよね。だからこれはどうしてじゃあそうなったのかっていうことなんですけれども、ここから先は全く僕の意見なので、正しいかどうかなんて全く分かんないですから、一回整理したいだけなんですよね。笑って聞いてくださいね。もう典型的に僕いつも思ってるんですけれども、ポール以外の3人っていうのは一回ビートルズを辞めるって言ってますよね。リンゴスターはホワイトの時に辞めるって言っていなくなりましたよね。ジョージはレッド・イット・ビーの時にいなくなりましたよね。ジョンはその後ビートルズを脱退するって言って、実際それでビートルズは終わりに向かっていくわけですけれども、ポール以外の3人はみんなビートルズを脱退に向かうわけですよね。でもポールは一人だけそんなこと考えずにビートルズを存続させようとするわけですよね。一番嫌われてるにもかかわらず、あのゲットバックの映画見れば明らかですよね。他の3人はやる気になってなくて、だけどポールだけは何とかしてまとめようとして一人頑張ってると。でもそれが、まあ、高圧的に捉えたり、浮いてしまったりするという感じになってるように見えるわけなんですけれども、その3人は辞めたがる、ポールはやりたがると、それは何なのかっていうことなんですよね。まあ僕の方としてはですね、つまりリンゴスターが辞めたがったというか辞めようとしたのは、やっぱり自分が何かで劣ってるというふうに思ったわけでしょ。音楽的にかドラムのテクニックかなんかか分かりませんけれども、でもそう一番感じたのはもしかしたらばポールのオールラウンドな才能かもしれませんよね。自分がいなくてもポールは叩けてしまうと、ね、自分は大したことないというふうに感じたかもしれませんよね。でジョージが辞めようと思ったのも、まあ多かれ少なかれポールは自分のギターを弾いてしまうと、ね、それからポールに言われることが辛いというところはあったでしょ。まあ、もちろんその他にも、自分の曲が採用されないとかね、自分の意見が通らないというのは間違いなくあったでしょうけれども、ポールの音楽性に圧倒されてしまって文句は言いづらいというのはあったんじゃないですか。でジョンにしたって僕はそう思いますよ。まあ、ジョンは最初からそうですね、中期くらいまでは圧倒的なリーダーですよね。でも中期以降ポール・マッカートニーの才能がもうそれこそもう爆発してくると、ジョン・レノンの才能では追いつかなく、まあ、感じたんじゃないでしょうかね。だって圧倒的な作品量、何曲も作ってくるし、で圧倒的にヒット曲を出すわけですよね。爆発的ヒットを続けるわけでしょ。で名曲を作るわけじゃないですか。でジョン・レノンもポールが作ってきた作品が好きだとか言い始まっちゃうわけですよね。ということはそれまで自分のリーダーシップっていうのがもう崩れ去っていってしまったわけですよね。だからジョン・レノンにしてもやっぱりもうどんどん立場っていうのが弱くなっていってポールに従うみたいなねところが多かれ少なかれ出てきてしまって、まあ、結果的には影が薄くなっていったと。まあところどころジョンは、ポールに対して突然曲をねたくさん持ってきて、もうこれから始めようってね言ってスタートするのやめてくれと、もうそういうことをやるんだったらば最初から俺は4曲はね自分の曲を入れられるようにもう決めといてくれというふうな言い方もしてるわけで、もう全部ポールの曲になっちゃうっていうようなねこう危機感みたいなのも感じてたわけですよね、きっとね。まあそういうふうにポール以外の3人はやっぱりポールの圧倒的な音楽の爆発力っていうのにやっぱりちょっと圧迫されてたんじゃないですかね。だってもし本当にリンゴスターがドラムで頭に来たら、ポールふざけんじゃないと、お前は俺のドラムを叩くなと言えばいいじゃないですか。だけどホワイトでも叩いてるし、ましてやジョンとヨーコのバラードでもポールがドラム叩いちゃうでしょ。でジョージにしてもやっぱり俺のギターを弾くなとかね、俺に文句言うなって言えばいいじゃないですか。
って同じようにジョンだってゲットバックの映画なんか見てると分かりますけれども、ドントレッドミーダウン持ってきてもポールがアレンジしてまとめようとするわけですよね。だけどそこにジョン・レノンはあんまり文句言ってないんですよね。ポール、俺が病んだから黙れとかね、言えばいいじゃないですかね。だけどポールに任せちゃうんですよね。まあこれってちょっと振り返ると僕たちの周りでもよくありますよね。例えば自分が会社にいてね、会社の中で強烈に仕事ができるやつがいて、会社の中で最高の売り上げヒットするね、プロジェクトをやると、そしたらば文句言えないでしょ。ましてやそいつが本当に嫌なやつでも会社としてはそれが彼がね一番重宝されるわけじゃないですか。まあビートルズも同じですよね。でポールは最高のヒット曲を書いてるわけだから、ジョージ・マーチンどころかレコード会社にとってだってポールが一番大事な人間になっちゃうわけでしょ。ましてや、ノーザンソングスみたいなね出版社にしても著作権を稼ぐためにはポールの曲が必要なわけじゃないですか。そうなるといくらポールがもしくはそのね会社の中で嫌なやつがいても仕事ができる以上なかなか文句言えないですよね。で本当にこいつが嫌だ、もうこの会社じゃもうやりたくないと思ったらば、そういう人は辞めていくしかなくなるわけですね。まあだからどっちから見るかでいいか悪いか正しいか間違ってるかっていうのは全く変わってしまうんですよね、これって。で僕はポールだけが悪いとは言えないですよ。でも少なくとも他の3人は辞めたとしても食っていける段階にはなっていたわけだから、まあ辞めていくっていう理由もありますよね。微妙なんですよね。まあ先ほど言ったようにね、音楽になるとポールはもう前のめりになって自分のもう理想的な完璧な音楽を作ろうとして他の人にも嫌味だと思わないで指示をしちゃうというのかな、そういう感じがきっとありますよね。まあ、なぜかというとビートルズ終わってからウィングスになってもそういう傾向は続くわけですよね。まあ、ギターなんて本当に上手いギターがどんどんやってくるわけですけれども、ポールの言う通り弾いてくれっていうふうに指示を出すわけですよね、やっぱりね、ウィングスでも。そうすると彼らはまあヘンリー・マッカロックなんかそうですけれども、ヘンリー・マックローかなんかそうですけれども、やめてっちゃうわけですよね。そういうことが起きるわけですよね。まあ、だからやっぱりポールの音楽的な立場っていうのが才能はあるんだけれども、やり方っていうのは圧倒されてしまった人たちにとってはきつかったのかもしれないですね。まあ圧倒される必要はなかったと思いますけどね、みんな才能あるから。だけどその時のポールの強さっていうのはやっぱりすごかったと思います。旗から見ててもね、やっぱりヒット曲の多さというかな、感動の多さを与えてくれたポールの、ビートルズ後期というのは、まあ、Let It Be も Get Back も Long and Winding Road も Hey Jude もやっぱりポールの曲に多くの人が感動してた時期はあったんですよね。まあ、そう考えるとちょっと納得してしまう、まあ、事象っていうのも他にもあって、まあ、例えばね、ジョン・レノンがオノ・ヨークを連れてきた時に他の3人はもう驚いてしまってやめてほしかったって言ってるわけですよね。だってオノ・ヨーコが、ね、ギターアンプの上に座ってみたり、例えばねジョン・レノンと一緒にベッドの中で寝てみたりね、スタジオで、そういうことはちょっと勘弁してほしかったわけですよね。だからその意味ではジョン対他の3人で対立があったわけですよ。でジョージにしてもジョージ対ジョンっていうのは結構な対立があったんですよね。これもう言うとキリがないんで、まあ、その内容は言いませんけれども、だけどおそらく三者共通の一番の対立っていうのは対ポールだったんでしょ。だからちょっとねその他の対立っていうのは後回しにしてでもまずはポールにだけはこれ以上指導権を渡したくないっていうところだけは共通してたんじゃないですかね。まあ、そういうことがあってアラン・クラインの時に一気に爆発してしまってイクオールビートルズの解散に向かっていったっていうふうに僕には見えてしまうんですね。まあそういうこともあって僕の方は、ポール一人がね嫌われてしまったっていうのは、グループの中ではかわいそうだったなって思います。っていうのは僕はビートルズファンなので、まあ、ポールがね一生懸命続けてくれようとしていたっていうのはやっぱりそこは感謝しておきたいところなんですよね。まあ、ただ他の3人としては耐えらんないことが起きてしまったわけでしょうから、そこは苦しかったでしょ他の3人もね、なのでそこに関しては僕は立ち入れないですね。やっぱり4人のことですから僕がどっちがいい悪いっていうのは言えないんですね。結局はポールの才能が爆発してしまってポールの音楽への情熱っていうのがあまりに強いがために一番言葉も多くなるし一番自分の曲を長い時間やるようになるし、そういうね、
立ち位置っていうのがみんなにはもうこれ以上我慢できなくなってしまったんじゃないのかなっていうのが、僕の感想です。以上でした。失礼します。